はい、どうもこんにちは。小池さん辞任するんですかね。東京都の小池百合子知事が辞任を含めた進退を検討していることが昨日分かったのか。小池知事の体調をめぐって6月に過度の過労が入院、同じ理由で先月27日に再入院した。今月2日に退院したと発表されたものの、公の場には姿を見せていない。関係者によると肺の疾患を患っており、肺の疾患、コロナとか治療に専念するため辞任も含めた検討を含めて始めている。最近は会見などで咳込むシーンが増えて、党職員や議員をはじめ都民から心配する声が上がってきた。体調の異変が公になったのは6月の入院、9日間にわたって公務を休んだ。小池氏が肺の疾患について知ったのはこの時。あ、そうなんですね。治療について医師から説明を受け話し合いを始めた。都の職員は周囲の多くは当初過労から来るメンタルの不調なのかと思っていたが、最近になって長期の治療が必要な病気だと知りました。がんですかね、なんだろう、肺の疾患って。でもやっぱちょっと入院する前はね、なんかむくんでたんですよね。そこも気になってたんですよね。東京五輪では鮮やかな水色の着物に金色の帯を締めて閉会式に登場するなど持ち前の存在感を見せつけた。ただ最近は以前のように世間の注目を集める発言がなく、先月26日最後に公の場に出ていなかった。永田町の関係者から一体どうしたのと不思議がある声も聞かれている。小池氏の働きぶりによって医師の判断に基づき必要な限度でテレワークをしているとし、報告や指示で随時やり取りしていると説明。一方、東京都のトップが姿を見せない異常事態にこんなに長く権力の空白を生じて大丈夫なのかと語る政府関係者もいる。今月30日本会議で小池氏の所信証明が予定されており、1ヶ月ぶりの公の場になる。出席した場合自身の体調と身体によってどのような発言があるのか注目される。なるほど。まあ、小池さんってね、やっぱり分かんないところありますからね。また何かの作戦を練ってるかもしれないですね。ここら辺でタイミングで国政に戻るための準備を進めてるとか、そのね、理由作りで一回ここで退陣するとかっていう話かもしれないし、まあ、本当に病気なのかもしれない。そこは分かんないから、今後注目ですけどね。な感じです。